これはすごくまた、おしゃれというか、特徴がある独特な雰囲気醸し出してて、渋くてかっこいいなと思います。でこれは木材が、この、まあ、トップはスプルースで同じなんですけど、サイドとバック、これが、すごいローズウッドに似た木材で、オバンコールという木材で、引いた感じの印象でいくと、まあ、ローズにやっぱり似てるんですけど、ローズよりもちょっと、倍音がちょっと抑えめになってで、控えめというか、まあ、素朴な味のある音だなっていう印象ですね。まあ、音としてどっちにこうつけるっていうよりは、どちらもどちらの良さがあるなっていう印象です。で、そのちょっと素朴な感じの音質っていうのが、またこのスモールサイズのボディのギターにはとてもマッチしてて、そのなんて言うんでしょうね、このちょっと中音域よりのちょっとコロコロポロロンとしたようなサウンドが魅力だなと思います。まあ、ポロポロつまびくのもよし、さっきみたいなこうリズムを、小気味良い感じのリズムカッティングっていうのも合ってるんじゃないでしょうか。